ここでこんな危機を何度も乗り越えてきたお兄ちゃんのあれについての大正こそこそ噂話です。お母さんはまだ私が小さい頃、イノシシを頭突きで撃退したこともあるって聞きました。お兄ちゃんの石頭はお母さん譲りなんです。